皆さん、こんにちは、こんばんは、マティン、ダイロミヤクーキングテクス、キングテシェイシェイプッキン、カーリング日本対スイス、先ほど終わってしまい、負けてしまいました。さっきまでは勝ったけどね、ファンの皆さんには大変申し訳ございませんでした。なお、まだ可能性はあります。イギリス、カナダ、えー、韓国が同率のため、まあ、2チーム敗れるか、もしくは1チーム、まあ、2チームともに敗れば日本準決勝進出は決まりますが、仮に3チーム全て勝つか、もしくは2チーム、 えー、破れれば、あ、もし2チーム破れれば日本準決勝進出ですが ?1 チームでも負ければ、まあ日本、同点となって、まあ小さい方ですね、カーリングの位置の小さい方が勝ちとなります。まあ準決勝進出とな,なります。まあ。わかりませんね日本。敗退の危機でございます。最大の危機じゃー 困りますね。日本負けるとはありえない試合です。メダル取ってほしいです。金が欲しいです。以上です。バイバイ。